はい、どうも、おーちゃんでーす。今日も楽しく仮想通貨ニュース配信していきます。よろしくお願いいたします。で、今日はですね、リップル、XRP、フラッシュ、クラッシュ、クラッシュ、フラッシュについてね、ちょっとお話ししたいと思います。あっちゃん、秘密の部屋。主に仮想通貨関連のニュースを配信してます。さらには儲かる情報目白押し。どうぞ、チャンネル登録よろしく。いや、違います。このチャンネルはチャンネル登録必須です。そこのあなた、すでに私の動画を見てますよね。チャンネル登録は必須です。ぜひ、ぜひ、必須でチャンネル登録いっちゃってください。右下です。はい、それでは本題のリップル、フラッシュ、クラッシュについて見ていきたいと思います。で、まずですね、リップルのフラッシュクラッシュが、まあ、仮想通貨取引所のビットメックスですね。まあ、先物とか、まあ、トレード、まあ、ビットコインのトレードで今ね、かなり利益を出している人が多いと言われているビットメックスですね。まあ、ここでリップルの取引でフラッシュクラッシュが発生したというようなね、ニュースが、まあ、数日前ね、飛び込んできたと思います。で、まあ、13日の23時あたりですね。23時、まあ、夜中、まあ、何かありそうな時間帯ですよね。で、まあ、ビットコイン、まあ、ビットメックスのリップル USD 取引で、まあ、0.33USD から0.13USD に、まあ、急落したといったところですね。で、まあ、原因については、まあ、詳しくね、まあ、明らかにされてないといったようなね、ところみたいでございます。はい。まあ、かなりですね、リップルを保有している人は若干不安になったかなというふうには、まあ、思いますけども、まあ、フラッシュクラッシュのね、まあ、ある程度原理などをね、詳しく把握していれば、まあ、それほどですね、不安にならないかなというふうに思いますので、まあ、今日はですね、そのフラッシュクラッシュについて少しね、お話ししていきたいと思います。じゃあまずですね、クラッシュフラッシュとは一体何かといったところの概要をね、ちょっとお話ししたいと思います。で、フラッシュクラッシュはですね、非常に短期間内に発生するね、価格の急降下ですね。まあ、非常に急速で不安定な下落、まあ、一気にね、不安定な価格に陥るといったところですね。で、まあ、そのトレードの中で、その数分、数十秒で、まあ、なんとですね、その数十億ドルの損失をね、発生させて、まあ、で、その後ね、すぐ回復するというようなね、傾向のあるものです。まあ、で、例えばですね、一例として、まあ、ドル円とかですね、まあ、あとはトルコリラとかね、まあ、そういったのが2019年過去ですね、このフラッシュクラッシュによるね、超下落回復というのがね、実績としてある感じですね。はい。で、続いてですね、基本的なね、フラッシュクラッシュの原因ですね。まあ、このあたりね、ちょっと見ていきたいと思います。で、主にですね、まあ、コンピューター、まあ、PC ですね、 PC じゃないな、まあ、主にですね、コンピューター、まあ、サーバーとかですね、まあ、このあたりで、まあ、プログラムで、まあ、超高頻度のですね、まあ、売買するアルゴリズムですね、まあ、プログラミングによるですね、まあ、仕込みですね、まあ、このあたり自動的にこう行うね、売買システムのトレードですね、まあ、これがかなり大きく影響してるんじゃないかなというふうに言われてます。で、例えばですね、この HFT なんていうね、表現をします。ハイフリキュレンシートレーディングなんていうふうにね、言いますけども、まあ、主にね、こうヘッジファンドとか、こう機関投資家ですね、もうこの間で使用されてる、まあ、相場のね、まあ、流動性がこうね、低い時に、まあ、大きな注文等をね、入れてね、過剰な反応を示すね。まあ、このあたりが原因の一つになってると言われてます。で、この HFT、High Frequency Trading ですね。まあ、このあたり、こう、1秒間に、まあ、数千から数万というですね、取引をね、まあ、コンピューターサーバーによってね、自動的に起こすといったようなところですね。まあ、1秒間に数千数万ってすごいですね。もう、こう人間の世界ではね、まあ、人の世界でもありえない、このね、スキャルピング、この比ではないですね、相当ね。まあ、なんか、このね、仕組みとしてはね、こう、大きなね、注文にこう反応して、瞬時ね、この、同じ方向というか、まあ、買いなら買い、売りなら売りね、この自動的に注文がね、まあ、出されるようになってるといったところですね。で、例えば、こう、大きなね、こう、買い注文、まあ、もう、例えば、またはね、この売り注文ですね。まあ、これを大量に、まあ、行って、
まあ、結果的にね、こう過剰な暴騰や暴落をね、まあ、引き起こすといったところですね。ただね、この金融市場のね、取引高っていうのね、この 50% から 60% ぐらい、このね、ハイフリクエンシートレーディングなんていうふうにね、こう言われてるみたいなんで、まあ、かなりね、こう影響力が非常に大きいし、まあ、リスクもね、もう大きいですね、この分野はね。はい。で、続いてもう少しね、原因掘り下げていくと、このね、やっぱりマイナーの通貨で起こりやすいとね、いうふうに言われているようですね。で、まあ、フラッシュクラッシュのね、特徴としては、まあ、こう、流動性というか、こう、低い時にね、まあ、起こりやすいといったところだし、このね、メジャー通貨よりもね、例えば仮想通貨で言うとビットコインとかね、まあ、あのあたりと違って、まあ、アルトコインでね、取引の少ない、常に流動性が低いもの、まあ、そのあたりが、まあ、狙われると。で、まあ、強制ロスカット狙いですよね。まあ、意図的にこのフラッシュクラッシュを引き起こして、来るですね。まあ、機関投資家。まあ、このあたりがね、出てくるといったところですね。で、まあ、こう、リップルですね。まあ、リップルはね、ここ数ヶ月、まあ、流動性は結構ね、少なかったんじゃないかと。まあ、価格も上昇もしなかったしですね。ビットコインとかに比べると。まあ、じゃあ、ビットコインはね、このフラッシュクラッシュ起きないかというと、そんなことはないとは思うんですけども、まあ、このあたり少し狙われたんじゃないかなと言ったようなね、ところはね、あるかなというふうに、まあ、思います。じゃあね、この流動性の低い時のね、まあ、ポジションにね、注意すると、まあ、リップルの流動性がね、まあ、今後上がっていくのかとは思いますけども、まあ、こう対策としてね、この流動性の低い時には、まあ、注意しましょうといったようなところですね。まあ、相場のね、流動性も今後ね、低くなることは当然あると思うんですけども、まあ、そのあたりはね、取引、トレードは、まあ、注意してやりましょうと。で、まあ、瞬間的にこうね、急落した後に、まあ、戻ってくるので、まあ、強制ロスカットにはね、非常に注意しなければいけないかなと。言ったようなところですね。まあそれとか年末年始やね、こう夏のバケーション、休暇ですね。まあこの時はね、こうポジションがこう少ない、まあこうね、こう年末年始や夏のね、休暇ですね。もうこの時期などとかは、こうポジションをね、手締まうなどのね、対策をね、しておけばね、こう非常にリスクは少ないんじゃないかなといったようなところですね。まあもう一つとしては、まあこう証拠金維持率にこう余裕を持つなんていうふうに言われてますかね。でまあそもそもこのフラッシュクラッシュの特徴としてね、まあ瞬間的に急落して、まあすぐにある程度水準まで戻ってくるというふうに言われてますよね。で、まあ、つまり、まあ、こういったね、こう、強制ロスカットさえしなければ、ある程度ね、損失を抑えることができるかなと、まあ、そういった可能性が高いかなというふうに、まあ、思いますと。で、まあ、強制ロスカットされないように、まあ、証拠金維持率というか、まあ、大きな余裕をね、持たせておけば、まあ、クラッシュフラッシュ時のね、損失っていうのをね、減らせるんじゃないかなと。まあ、これは、このあたりは、こう、仮想通貨に限らず一般的な話かもしれないので、まあ、このあたり注意していけばいいかなというふうに思います。まあ、あとあれですかね。こう、ハイレバレッジ。まあ、仮想通貨もレバレッジ取引とか、今後ね、どんどん、分散金融、ディファイなどでも取り上げましたけども、まあ、ハイレバレッジ。まあ、このあたりが盛んになってくるとは思うんですけども、やはりこう、余裕を持ったね、資金管理ね、このあたりが大切かなというふうに、まあ、思いますと。で、まあ、あとはね、このストップ注文を入れていくってことですかね。まあ、ストップ注文をこう入れることで、まあ、損失をね、こう限定させることも大事だし、まあ、フラッシュクラッシュはね、こうやって瞬間的な急落なんで、こう注文がね、間に合わずに大幅にね、不利益を被るみたいなことも当然あるから、こうストップ注文っていうのも非常に大事なんじゃないかなと。まあ、あとはですね、こういったね、強い取引所ですね。こうフラッシュクラッシュを対策しているような取引所ってどうなんだろう、仮想通貨の中ではあるんですかね。まあ、ビットメックスとかはどうなんだろうな。はい。まあ、このあたりもかなり大手だから、こういった対策もあるのかなとも思ってたんですけども、取引所の選定というのも非常にね、今後重要になってくるんじゃないかなというふうに思います。はい。ということで、ちょっとね、今日は前半、フラッシュクラッシュについてね、ちょっとお話ししました。リップルヒヤヒヤだけども、まあ今後はね、かなり上昇トレンドになっていくとリップル思いますので、まあ非常に注目といったところと、まあここね、ちょっとリップルがなぜこう価格上がってるかといったところのね、あの好材料の要因ですね、まあこのあたりちょっと振り返っていきたいなというふうに、まあ、思います。で、まあまあ一つ目は、まあ、これ本当最近ですけど、仮想通貨のね、IOTAですね。 IOTAIoT 関連のね、ブロックチェーンというふうに理解してますけども、まあ、このあたりのですね、まあ、財団で、まあ、展開している公式ウォレットですね。これなんて読むんだろうね。トリニティですか。このあたりのウォレットで、まあ、ユーザーの資産が盗難被害にあったといったところですね。まあ、被害額はだいたい 1.3 億円と。まあ、そんなにでかくはないけど、まあまあ、大きいかなというところですね。で、なんかこのウォレットのソフトウェアの脆弱性疲れたというようなところですね。脆いですね。ちょっとね、このあたり体のエイダーを見習ってほしいですけども、まあ、こういったね、やはり、IOTA、
まあ一時期カルダノを超えた時期もありましたかね。まあやっぱりこういうセキュリティ、ウォレット自身でこういったね、脆弱を突かれてしまうというのは、もう、ちょっとしっかりしてくれよと、ブロックチェーンやめた方がいいんじゃないかなというふうにちょっとね、思ってしまいますよね。はい。で、まあこういったね、不安材料もある中で、まあそれほど大きな被害は合わなかった。ものの、やはりですね、こういったね、マルトコインの中でも、まあ、上位にない仮想通貨のこういったね、まあ、市場ですね、市場のこういったトピックに対して、まあ、メインどころですね、上位3位の5位以内に入っているリップルですね、まあ、このあたり非常に強いですよね。中央集権で かなり開発の土台もありますし、このあたりも一つ要因なのかなというふうに思います。逆にね、であとはその、まあ、大手仮想通貨取引所、今やトップのバイナンスですね。バイナンスのこのレバレッジ取引とか、あと先物ですかね、まあ、このあたりもサービスとしてどんどん展開してきているといったところで、まあ、リップルもね、昔からバイナンスからで上場してね、取引高バイナンスのリップル、まあ、多いのですかね、もう先物とかが始まったといったところも非常に大きな注目のポイントかなというふうに、まあ、思います。であとは、まあ、昨日もですね、リップルのブロックチェーン、まあ、XRP ですね、まあ、このあたりがかなりあのランキング企業により、上位に選定されてましたけども、まあ、有力経済誌フォーブスですね。まあ、アメリカフォーブスの、まあ、発表でも、フィンテック企業トップ5、50ということで、リップル社がね、ラインナップされてたといったようなところも非常にね、大きな好材料だったんじゃないかなと。で、なんとね、株式評価額で、リップル社が100ドルとなってね、100億ドルか。100億ドルで2位にランクインしたと。これも非常に大きなニュースなんじゃないかなというふうに、まあ、思います。で、やはりですね、まあ、リップルですね、やっとこういう世界的に提携が着々と進んでる中で、まあ、こういったね、市場での中での注目のね、記事が、まあ、挙げられてました。で、まあ1月24日のね、スイスで開かれた世界経済フォーラムダボスですね、ダボスを皮切りにいろいろなアルトシコインがね、上昇した中で、まあ、リップルがね、やっと引き上げたかなといったような印象ですと。で、あとはリップルもですね、まあ、各国をですね、各国のブロックチェーンを盛り上げているこう企業とね、提携したりとか、まあ、これはちょっとね、小さいポイントかなと思いますが、私の中ではちょっと結構大きいかなと思うのは、このリップルのね、まあ、仮想通貨、まあ、それがですね、まあ、クラウドのサービスでこうクリプトのウォレットですね、非保管型ウォレットなんていう風に言われてますけども、新しいそのウォレットのサービスの中でリップルね、 XRP が入ってきたといったようなところですね。で、これから仮想通貨当然ね、みんな使われていくようになってきて、まあ、ウォレット、スマートフォンがね、ウォレットのね、軸とベースとなりますけども、このあたりセキュリティとか、やっぱり盗難とかね、さっきのアイオータの話じゃないですけども、この被害をいかに抑えるかっていうのは非常にね、このあたり技術の見せ所かなというふうに思います。で、こういったサービスがどんどんね、 SaaS クラウドとかの中で立ち上がっていくので、まあ、この中にね、リップルも当然入ってくるというのは、やはり仮想通貨のブロックチェーンの中での位置づけがかなり注目されているリップルね、まあ、これはもう当然ね、今後ね、上がっていくのはね、まあ、必然かなというようなところですと思ってます。はい、ということでですね、今日はリップルのフラッシュクラッシュからリップルの最近の価格上昇についてちょっとお話しさせてもらいました。はい、いつもね、チャンネル登録チャンネル見ていただいてありがとうございます。ぜひですね、チャンネル登録必須のチャンネルなんで、右下ポチッと押してからご退出のほどよろしくお願いいたします。まあ、リップル以外にもカルダのエイダとかですね、まあ、たまに、まあ、紹介ですね、あの仮想通貨の紹介、怪しくない仮想通貨の紹介も行ってますので、ぜひね、 LINE の登録をよろしくお願いいたします。まあ、YouTube のチャンネルはね、必須なんですけども、LINE の登録はね、稼ぎたい人が登録してくれればいいので、まあ、そのあたりね、ご判断よろしくお願いしますということで、あっちゃん秘密の部屋、チャンネル登録必須のチャンネルです。ぜひ必須でよろしくお願いしますということで、今日もありがとうございました。それではまた。